えっと、こちらの、えっとですね、腹部救急学会のランチョンセミナーでこの間発表させていただいたもので、あの私とあの杉本先生であの、えー、研究させていただいている外傷の初期診療にあのこのフォロアイズを使っているものです。すみません、ちょっと音声が入ってるやつ、そのまま使っちゃってるんですけど。でこのハイブリッド ER という。え まあ、伊藤先生音多分出てないんじゃないですか僕聞こえてないんですけど、皆さん音聞こえてます<あ>聞,こえ聞こえません。多分ね、あ聞こえてないビデオの。ビデオの音が出てないです、多分。だから、はい、声で解説していただいていいです。わかりました。はい、すみません。じゃちょっと戻ります。えー、っとですね、えー、っとえー、っとですね、あのえー、っと当院であの、えー、高度救命救急センターの方で、このハイブリッド ER システムっていう、あの まあ一般的なあの患者さんが運ばれてくる処理をして CT とあのこういった暗記用ができるあの投資の機械がある機械があのまあ導入されましてでまだこれはの日本で開発されたものでえまあ日本でもまだ国内でも10台ぐらいしかないものなんですけれどもえまあそこがもともと1992年ぐらいにあの開発されてえどん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 発展していったというような背景があって。 えー、そのハイブリッド a るなぜハイブリッドかといいますと、そういったあの CT で、えーまあ、すぐに診断ができて、えー、さらに暗疑用であの治療、あとはあの手術もできるということで、えーと、この診断治療は両方できるということで、ハイブリッドと言われています。でえーまあ、こういったようなあの新しいシステムなので、えーまあ、シミュレーションが必要ということになって、えー、そこにですね、あのこの フォロアイズのシステムをちょっと組み込もうというあのアイデアです。えー、そしてあの、まあ、普通ですねあの、外傷の初期診療ってエアウェイ、ブリージング、サーキュレーション、ディスアビリティ、エクスポージュ、ABCDE なんて言いますが、そこに、まあ、CT が加わって、で、さかにそこにバーチャルリアリティ技術を入れています。えー、そしてですね、あのこちらあの、ビデオをあの えー、実は、えー、と作りまして、でこちらはあの、えー、と今月、えー、と10月の頭にアメリカン・カレッジ・オブ・サージョンズというあの、まあ、アメリカの外科学会であのビデオセッションで発表させていただいた、えー、ものなんですけれども、えーとえーまあ、あのこの、まあ、エクステンディド・リアリティの、えー、技術を、えー、使って、えーまあ、その外傷初期診療の,あの、えー シミュレーションに使えないかということで、まあ、患者さんの外傷患者さんの、えーまあ、多発外傷がある患者さんのです、ね、CT を3次元化して、えー、それを、えー、ホロワイズで、えーまあ、ホログラム化して、えーまあ、実際、患者さんを診療するそのハイブリッド室のところで、えー、現実の空間に投影させて、えーまあ、シミュレーションをやってみるというのを、えーまあ、やってみました。 で実際、これがあの、まあ、ハイブリッド ER の,あの、まあ、ちょっと中の様子なんですけれども、えーまあ、普通の処理用室にあるような、えーまああのえー、と救急カートのようなものと、えー、CT と、えー、投資の機械があって、でこれも実際です、ね、患者さんが運ばれてきている様子なんですけれども、えー、と救急隊の方がです、ね、ストレッチャーで、えーとまあ、外傷患者さんをハイブリッド室に運んできて、えー、でその患者さんを直接ハイブリッド室の、えーまあ、CT も取れる。 台の上に乗せて、えーまあえー、まずその送管をして、えー、また、えー、<laughs> 背中のバックボードを抜いて、えー、すぐに CT を取ります。ですぐに CT を、まあえー取,るえー、取りましてで、えー、その後ですね、その CT を診断して、透、え、視、ー、の機械を入れて、暗をあのまを、あ、放射線科 i v R の先生があの、まあ、血管塞栓術を、まあ、行ってっていうようなことが。 えー、患者さんをです、ねえー、CT 室や暗行室に移動させることなくあの治療できているというような場面です。で治療が終わったらです、ね、そのまま ICU のベッドに乗っけて、えー、ICU の方に入っていくというところなんですけれども、まあ、そのとき、まあ、CT をばーっと取るわけなんですけれども、まあ、その CT をです、ねえー、3次元化して、えー、ホログラム化して、えー、実際、えーえーあの シミュレーションに役立ててみようというところで、で先ほど取ったあの CT、いろんな損傷があるんですけれども、あのこうまあ、ポリゴン化してです、ね、よりこうビビッドに損傷部位が分かるような感じにしています。で実際、ですね、えー、今年、ま,あ、まだあのコロナで大騒ぎになる前、ですね2月ぐらいに、えー、杉本先生に、まあ、提供のハイブリッド室に実際来ていただいてです、ね、えー、ちょっとシミュレーションをあのお手伝いしていただきました。でこれちょうどあの、まあ、CT 代の あの上にですね実際の患者さんが寝てたのと同じような感じで、えー、ホログラムを投影しています。えー、それで、えー、シミュレーションをですね実際あの私たちが診療しているあの外傷の初期診療チームで、えーまあ、行ってみたんですけれども、えーまあ、まずあのまあブリーフィングして、あのまあこれは本当に実際患者さんが来たときと同じような雰囲気を作って、えー、救急隊から、えー、まあ処方が入って、えー、そのまあ33歳の、えー、ビルから墜落した女性の。えーまあ 診療をこれこれ、こういう患者さんが今から来ますよというようなことをして、えーまあ、ブリーフィングを行って、えー、各チームで、えーまあ、準備を進め,ている、えー、進めていきます。でえー、そうしましまて 実際ですね、患者さんがこう運ばれてくる診療、これは実はマネキンなんですけど、よくシミュレーションで使う人型のマネキンを使って、ちょっと実際の診療に近い雰囲気で診療、シミュレーションを行っています。これも最初のプライマリーサーベイというのを えーまあ、行ってです、ね、この方骨盤骨折があるので骨盤のペルベックバインダーを、えーまあ、装着してでここからいよいよ CT を取るというところです。えー、でこれも、まあ、タイミング的にもです、ね、実際に患者さんが来て、まあ、あの最初初期診療して CT を取るというような感じの流れを当初あのそのままなぞらえて行ってで、えーまあ、ここで、えーまあ、そのホログラムで、えー、それを 実際にに患者ささんの上に投影させて見て見みるというようよなな画面になりますそれで、まあ、みんなでですねシミュレーションやってる人たち全員でその CT で、まあ、普通であればその平面画像の CT のモニターを見ないとです、ねあのまあ、画像っていうのは見えなくて実際患者さんのベッドサイドに来た時はあのもう画像は見ないであの診療始めてるわけなんですけれども、えーまあ、このようにですねあのォロレンズをつけて、まあ、そういった画像をですねあの主要な診療チームがあの 情報を共有しながらですね、えっ、ー、と治療方針を決めていくというような形にしています。えー、それで、えー、ま今外科のチームがその回復手術、ダメージコントロール手術をまあ、あのホログラムの画像を見ながらですね、治療戦略立てながら、えー、まそのシミュレーションを行っているところで、まあ、実際ですね、あのまあ患者さんの体の上に、えー、まホログラムを投影させていることで、えー、まあ 肝臓ですとか腎臓の損傷の部分の手術に関してですね、シミュレーションできているとこちらは、あの、アンギオチーム、放射線外部屋の先生たちがですね、えー、実際この方、あの骨盤骨折があって、えー、まあ骨盤の血管、内腸骨動脈の側線をするんですけれども、まあ、それを、えー、まあ特に血管もなか病出しやすいので、えー、あの破綻した血管のエクストラのところまで、まあ、どのようにアプローチするかっていうのを、えー、あのプログラム見ながらやっています。えーそしてまあ これも実際の患者の診療の流れと同じような感じで治療が終わって患者さんを ICU に移送させていくとそういうところまでですねこのホログラムを使ってシミュレーションを行ってみました。ということでこれはまだ新しい試みだったんですけれども外傷患者のよりリアルなシミュレーションを行うるためにこのホログラムが非常に有用でしたよというようなビデオを。 この間ですね、発表させていただいたところです。すませんえー、それで、まああのえー、今のはまだですねあの、まあ、デモンストレーション的にやったシミュレーションではあるんですけれども、えー、将来の展望としましては、えーまあ、外傷患者さんが、えー、ハイアビルト ER システムにあの、まあ、直接搬入された後、えー、プライマリーサーベイで、えー、CT を撮影して、その CT を、えーまあ、即座に 3D 化して、プ、えーまあ、ログラを ホロワイズを使ってホログラム化をして、えーまあ、あの診療に役立つと、まあ、今後です、ね、またその AI などのそういったようなものも画像診断に入ってくるのかなというところで、まあ、そういったあの、まあ、画像を、えーまあ、立体視しながら、えー、ホロレンズを着用して、えー、実際その、えー、患者の画像をです、ね、患者のベッドサイドで、えー、立体視しながら診療するというのが、えー、行えるのではないかというふうに、えー、今、えー、考えています。 えと私の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。